はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、ちょっと新しいゲージをね買ったんで紹介したいと思います。あと何が入ってるかもね、ちょっと紹介していきたいんで、紹介しますね。はい、それは何かと言いますと、はい、これですね、ラビットゲージをね、3日前に買ってきました。はい、そしてこれが昨日買ってきた水受けです。そしてこのゲージ、奥行きが45、横が、45ぐらいですかねの、ラビットゲージを買ってきました。もう動物ね、何か見えてると思うんですけど、はい、レグーです。前はねこのゲージじゃなくてもう一回ちっちゃいゲージ入ってました。はい、それを、ちょっとね狭そうでちょっとストレスがあるのかなっていうことで大きめのゲージにしました。で、カジリ君がここに入ってます。ここにね。で、いつもこれね刺して、だいたいうちの家のね動物は全部軟禁状してます。まあこの子ね口で開けられてうまいことしはるんで、まあどの動物ね結構置いてるんですけど、全部、軟禁状つけてます。そしてまあこんな感じです。中は餌箱と草入れ、まあこれ皿なんですけどね、これがまあウサギに使ってたんですけど、ちょっとあのあれやったんで、これにレグーに今使わせてもらってます。まあウサギ用でね、またウサギ用でウサギ用でまた買おうかなと思っているとこです。ほんで滑車ね、これでっかい滑車、この子がねコロ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 回す滑車と、あれ餌箱、そして木に、まあ夏場使うやつですね、今やったら夏場使うひんやり板が入ってます。それでそしたらその下にね、この板の下に新聞紙が入っています。はい、まあそんな感じですね。まあこのデグーは、5000円弱で買いました。元は8000円ぐらいしたんですけどね、そこの店の人私と知り合いで、約束してもらいました、3000円ぐらい。そして、まああの餌箱はもう安いです、100均です。まあこのお皿ね、草箱じゃないです、お皿です。ね、草専用で使ったってもいいんですけど、ここに草入れたらね遊びなのでこれにしてます。でまあこれが800円で、これが600円ぐらいですね。であの滑車が2000円してます。はい、まあ今日はね、デグーという動物の紹介でした。はい、皆様ありがとうございました。またチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。